はい、メイコです。フィアナだぞ。さて今日も前にやりました。ホロセレクションの勉強の続きをしていきたいと思います。そして、まだまだ教えてほしいこともあるので、今回はこちらの企画でやっていきたいと思います。頑張れ。とりあえず、タイトルコールをしましょう。ドン。続、チョコ版とホロセレクション版の違いについて。こちらをやっていきたいと思います。新しく分かったことがあるのか。ありますよ。いろいろとこれを学んでいただいて、偽物の被害に遭わないようにしていただければと。で、本題に行く前にちょっと訂正したいことがある。何か、間違ったのか。まあ、訂正というか、厳密に言うと、追加情報と言った方がいいとは思うんだけど、前回の偽物学園で、魔性ネロについてやったわけよ。あれのチョコ版とホロセレ版の違いみたいなやつをね。やっていたな。いろいろと情報をもらいまして、まず一つが、白い点があるのがチョコ版の証拠と言ったわけですよ。で、これ自体は間違いではないと。ただ、話によると、チョコ版のすべてにあるわけではなく、チョコ版でも点がないものがあるらしい。あるのか？という情報をもらった。過去に検証した人がいるみたいだけど、残念ながら私はその情報を確認できてないから、断言はできない。でも、情報として来ているので、一応、お伝えしておこうと思います。なので、これが事実だとしたら、白い点があれば、チョコ版は確定ですが、ないからといって、即ホロセレ版になるわけではないということですね。では、チョコ版が欲しければ、白い点があるのを買えということか。ところが、またもう一つ情報が入りまして。なんだと？なんでも魔性ネロの偽物で、白い点をつけた偽物が存在するらしいのよ。マジか。これもまた現物見てないから、なんとも言えないところなんだけど、過去にそれが存在したという話が入ってまいりました。なので、白い点があるからといって、チョコ版だと判断するのも、実は危険である可能性があるという話なんだけど。どうすればいいのだ？わかりません。もういたちごっこなのよ。引き続き、違いを探していますので、何かご存知の方がいたら、教えてください。教えてやってくれ。で、本題に入りたいと思いますが、今回わかったのはヤマト爆心と、ワンダーマリアとマタイデンノアですね。これの違いについての情報をいただいたので、話していきたいと思います。まずワンダーマリアとマタイデンノアの親子についてなんだけど、こちらがまずチョコ版ですね。続いて、ホロセレ版。違いがわかりますか？さっぱりわからない。実はデザイン上の違いというのはないのよ。ないのか。あるかもしれないけど、私にはわからない。なら、何が違うんだ？実はこれ、素材が違うのよ。どういうことだ？チョコ版のワンダーマリアとマタイデンノアは、他のホロとはちょっと違う点があるのよ。同じホロでもか。そう。これはわかりやすい方だと思うけど、素材が金色っぽくない。確かにそう見えるな。これが通称金ホロと呼ばれるものらしいのよ。で、これはチョコ版の特徴なんだって。チョコ版はみんな、金ホロなのか。いや、この2枚に関してだけ、金ホロらしい。ここら辺もご存知の方がいたら、教えてほしいんですけど。そうなのか。ホロセレクション版なんだけど、こちらは金ホロではないんだって。では、何なのだ？これは銀ホロと言われる、普通のホロらしいのよ。だから、これはわかりやすいと思うけど。確かに違く見えるな。そういう違いがあると。なので、そこで見抜くことは一応、
可能ではあると。でも、写し方で何とでもなるのでは。確かにその懸念はあるから、怪しいものがあった場合は、出品者に金ホロか銀ホロかを聞くとか、写し方を指定して、写してもらうとかしてみたらどうでしょうか。そうすれば見抜ける可能性はありますね。ただ、ワンダーマリアは偽物がある可能性は高いと思うけど、マタイデンノアはあまりなさそうな気はするけどね。そうなのか。正直、人気のあるシールではないからね。ただ、まあ、わからないですけどね。そうか。そして、続いてヤマト爆心だけど。まずはチョコ版ですね。続いてホロセレクション版。比較しましょう。はい、こちらですけども、これ違いがわかりますか？全くわからない。こちらも難しいことは難しいですけど、違いはあります。さっぱりわからん。どこにあるというのだ？違いはここですね。ドン。後ろの背景の太い線みたいなのがあるでしょう。あるな。足元に注目してほしいんだけど、これがチョコ版だと途中で切れてるんですよ。ところがホロセレ版だと貫通してるんですよ。なるほど。こんなのよく見つけたな。見つけた人はすごいですよ。でも割とわかりやすいのではないですかね。ぼんやりとしているので見にくいといえば見にくいですけども、これは見分けるポイントとしてはわかりやすい方だと思いますね。そうだな。ある意味ブラックゼウスよりもわかりやすいだろうな。これはわかりやすいですね。ここを見てチョコ版かホロセレ版か判断してください。最後にですね、突然ですがクイズを出したいと思います。突然だな。今からヘッドロココのホロを出します。この3つのうちホロセレクションがどれかを当ててください。まずは1つ目。2つ目。3つ目。さあ、この3つのうちどれがヘッドロココのホロセレクション版でしょうか。シンキングタイム、スタート。どれも同じにしか見えない。そうよね。話によるとヘッドロココだけは全く違いはないらしいよ。では、わかるわけないだろう。正解はですね、こちらです。じゃん。2番目のヘッドロココがホロセレ版でした。同じにしか見えん。だけどこのクイズ実はビックリマンのお店では有名なゼウスの森の店長さんが出していたクイズなのよ。そうなのか。で、店長さん曰くホロセレ版はなんとなくわかったでしょうけどもみたいなこと書いているのよ。ということは何かしら見分けるポイントがあるのではなかろうかと。あるのか。さっぱりわからない。私も全くわからなかったので、ここはもう視聴者の皆さんに聞くしかないです。ヘッドロココの見分けるポイントをご存知の方がいたらぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。よろしく頼む。臨時ニュースです。なんだと。ブラックゼウスのチョコ版とホロセレ版の違いについて新たな情報が入ってまいりました。情報ありがとうございます。どんな情報だ。こちらです。これわかる。何が違うのだ。ホロセレ版にはここに黒い線があるのよ。だけどチョコ版にはない。ほんとだ。よく見つけたな。すごいよね。ほんとよく見つけたと思う。前回のベルトの違いやこの黒線があるかないかでチョコ版かどうか見抜いてみたらいかがでしょうか。
見抜いてやれ。というわけで、今回もチョコ版とホロセレ版の違いについてやっていきました。まだまだその違いについての情報を募集してますので、ご存知の方がいたら、ぜひ教えていただきたいです。ホロセレが悪いのではなく、それを利用する人間が悪いのだけどな。